ご訪問ありがとうございます。今回の動画は桜が満開の時に行った愛媛県の松山城の様子です。写真をたくさん撮ってもらいました。10分少々ゆっくり一緒にお散歩してる感覚で見ていただけたらとても嬉しいです。ではどうぞ。これ飲むわらび餅だって。うわ、飲むわらび餅だって。うわ、2回言ってしまった。松山市について松山城ロープウェイを目指している途中に飲むわらび餅、とても気になりませんか？そうだ、飲んどけばよかったな。ロープウェイとリフトがあるのですが、コロナの感染拡大を防止するためにリフトの方が推奨されています。お天気もすごく良かったのでリフトの方に乗ってみました。松山城へのいざない、なんかたくさん書いてあるけど、リフト降りてから10分歩くそうです。行ってみます。なんか外堀を改修工事中です。桜が綺麗。石垣を登らないでください。登れません。石垣すごい立派。こちらまずこんなに迫ってくる険しい石垣を見たのは初めてだったかも。あとアプリがあるんじゃないか。今はリフトを降りたところから松山城の天守閣の方に向かって10分ほど歩いているところなんですが、ロープウェイとリフトは同じ値段、片道270円、往復券は520円です。めっちゃ桜花見の時期じゃん。前日松山市に着いてたんですが、前日は雨だったんです。本当に桜の時期は短いので偶然の満開との一致、嬉しかったな。おお、大きなお城。ここで松山城について少し。松山城は標高132メートルの勝山山頂に本丸、二の丸、三の丸などを置く広大なお城です。創立者は初代城主加藤義明。松山城の石垣は加藤義明によりほとんどが築かれているそうです。特に本丸の高さ17メートルを超える石垣は壮大で、守りの目的を超えた芸術的なものだと言われています。松山城の本丸の特徴として屏風織りの石垣があるそうなんです。ジグザグに折れ曲がった組み方の石垣で、折れ目を増やすことで強度が増すと同時に敵を2方向から攻撃できる利点もあるそうなんです。たくさんのお城を見てきましたが、松山城は本当に不落のお城、一番安全な守られているような感じがとてもしました。なかなか天守閣の方まで行き着かないんですが、映像の方桜楽しんでいただけてますでしょうか。お天気もとても良かったので青空と桜のコントラストもとても素晴らしいものでした。松山城は慶長7年1602年に加藤義明が築城したお城ですが、その後城主は何人も変わっています。広いですね松山城って。そして最高の花見日和になりました。高台にあるから景色がすっごいいい。長い年月が経ち、平成18年2006年に天守など7棟の保存修理工事が完了しています。令和元年2019年には古天守ほか8棟が国登録有形文化財に登録されたんです。明日天守閣が見えてきました。天守閣に行くまでの10分の道のりでもすごい見応えがありました。桜満開、お天気も最高、景色も最高。リフトを使って登ってきたといっても、標高132メートルの勝山山頂、お天気も良くてお花も綺麗、すがすがしい気持ちで天守閣の方に向かいます。
チケット売り場の前にはこのような綺麗な竹がありました。大丈夫、強い。動画撮影してて何回もあるんですが、小さなお子さんが走ってきて私の目の前でこけそうになること多いんですよね。いつもちょっとドキドキ。まあチケット買ってからお城の方またちょっと上り坂でしたね。なんか見上げるような石垣のあるお城そびえ立ってるね。松山町なんかいつものお城と全然違う。一の門っていうところだそうです。あ、急に人がいなくなった。人がいっぱいいるとあまり喋れないし撮れないけれど、いい感じ。二の門、一の門の次、二の門がこちらです。門の向こうに桜が見えて本当に綺麗。最初の緩やかな坂だけじゃなくて城内もまだまだ少しずつ登っています。3人もありました。本当にこのお城広大。動画を撮っててもやはり目の前に高い石垣が多いのでそのような映像が多いんですが、ネットで見ていただいたら空撮したものなどもありますので、よかったらそちらも参考に見てもらえたら嬉しいです。さてリフトに乗ってからどれぐらい時間が経ったでしょうか。城内の展示物のところまでやっとたどり着きました。中にも博物館のようにたくさんのものが展示されていました。急に日本刀が来ます。お城の外は結構人がいたように思ったんですが、お花見かな。城内は全然密にならずにゆっくりと見ることができました。こちらは石落とし。登録有形文化財、この建造物は貴重な国民的財産です。文化庁。そんな感じします。古天守ってとこに登ろうと思います。またもやものすごい急な階段。松山城の天守閣までまだまだ急な階段をこのような感じ2つ3つ登ったかな。学生時代は歴史がとても苦手だったんですが、このような重要な文化財を眺めているとまたちょっとお勉強してみたくなったりします。コロナ禍にありながらお出かけも神社仏閣や各地のお城巡りなどがつい多くなっていたのですが、ロマンを感じてとてもいい時間を過ごすことができます。天守閣の周りが360すごいことなので、しかもずっと海が見える。素晴らしい松山城。天守閣に登りきって外に出て話している時に風の強さをちょっと感じますよね。でもその景色は絶景で、激しい風を受けながらも結構眺めていたように思います。そして本当に桜が見惚れるほど美しかったです。一緒に愛媛県松山城お散歩気分になっていただけましたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後の方の写真もどうぞご覧ください。楽しかった。ほぼ軽い登山と長い時間をかけて見て回り、疲れてたのかな、楽しかったっていう声が楽しくなさそうでしたが、本当に充実、楽しかったです。お花見と城見と、いっぺんにできた。城見っていうかな、お城見物。初めての愛媛県松山市への旅。旅の日程はだいぶ前から決めていたものですが、
桜前線にちょうどぴったりあって素晴らしい松山城を堪能することができました。四国の他のお城にも行ってみたいなって思いながら後にします。花見はぼっちり。私のチャンネルみほずビデオでは小さなお出かけの様子をナレーションと写真でお送りしています。ショート動画ではその時々食べたものなど短く紹介したりしています。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。またお会いできたらとても嬉しいです。久しぶりの深夜録音、ナレーションのみほでした。コメントもお待ちしております。またねー。Love me today, let's run.